韓国の学校給食調理従事者 18% が肺疾患というふうにここに書いてありまして、これはなかなかね大変な問題だと思って、私もこういうふっと見たんですけども、朝鮮日報の記事になっているんですよね。で、同じような記事はなぜかここにありますように今年の7月28日にすでに出ております。4ヶ月経ってなぜかね改めて朝鮮日報ということでヤフーの記事に載ってきてるんですよ。まあまあこれはいいでしょう。はい。で、問題はね、この料理肺炎っていうのは何だろうなと思ってこの言葉なんですけども、 Google と Yahoo 両方使って調べてみたところですね、これなかなか不思議なんですけども、なぜかね料理肺炎この言葉ほとんどヒットしないんですよ。つまりこんな言葉って世の中に存在するんだろうかっていうぐらい不思議なこれ言葉でございます。実際こういう問題あると思うんですけども、料理肺炎って言葉がないんですよ。で、これはヤフーの画面なんですけども、上部にねヒットしてくるのは、これはどうもフライパンのメーカーらしくて、この料理中の肺炎を最小化するという、こういう特殊なものを作ったというメーカーがあるんでしょう。ここしか載っていないんですよ。で、ちなみにここをねクリックしてみますと、こういうような画面に飛びました。何かねこういう形で、なるほどと、炎を当ててると。で、炎を当てても焦げないこのねボーグルという会社のフライパンなんですけども、ああこれで肺炎が出ないからいいんだろうななんていうことは載っておっておりますので、ふむふむとってこうやって見ておりました。はい。ただ気になるのはこのねここですよね。ここになぜかね金額が書いてありまして、これクラファンってことがわかるでしょ。しかも、これ日程見ますとね、2019年6月に募金を募集を開始しまして、24人から25万4900円が集まったと。今から3年前のこれはクラファンなんですよ。だからクラファンにしてはなんか妙ですよね。だってフライパンのメーカーですよね。何を言ってクラファンやってんだろうと、私はもう非常にこう不思議でしかならないんですけど、まあまあこれはこれでいいでしょう。はい。そしてお次なんですけども、気になったのはねこのキャンプファイヤーというやつです。私はてっきりこれがこのフライパンメーカーのホームページだと思っておりました。これ違うんですよね。じゃあこのキャンペーンって何かと、キャンプファイヤーって何かと言いますと、はい、実はねクラファンの会社なんです。はい。そこにヒットして先ほどのところに飛んでったということで、ああなるほどなと思ったんですけども、なぜかこのフライパンのメーカーにはね飛んでいかないんですよね。で、ここの会社はこういう形で、さっき戻りますけども25万4900円集まりまして、ありがとうございましたということなんですが、まあ一般の企業がやるにしては妙ですし、これフライパンメーカーがやるってことはこれを開発費に当ててるってことですかね。これをクラファンやって25万しか集まらなくてね、企業としてのなんか開発して妙だなぁなんてことをずっと思っておりました。はい。これまた後からね話は触れていきますけども、はい。で、確かにこのねボーグルの会社のホームページあることはあるんですね。探したらやっと出てきました。このような形でフルセットが2万800円とかね、こういう形で売ってたんですけど、まあやけに値引きをしてるなと、ちょっと気にかかったんですけども、さあここまで行ったんですが、もう一度先ほどのねここに戻りたいんですよ。はい。キャンプファイヤーでございますね。でこれを見るとなかなかいいなぁなんて思って、じゃあ下行こうと。はい。ここですよね。この道20年の職人が製作した安心安全なフライパンボーグルということをいろいろ書いてありますと。おお、なかなかいいじゃないかと。で、タバコを吸っていないのに肺疾患になる衝撃的な理由ということで、ああこれは怖いなと思って見ていったんですけども、はい、このねボーグル開発に至った背景見てくださいね。毎日使う、ね、フライパンがどうのこうのってこれ書いてあります。で、この方はきっと開発者のこれは企画の中心の人物なんでしょうね。で、この次なんですよ。ボーグルとは何と書いてありますけども、料理を美味しく煮ている時の心躍る犠牲語をグツグツ、ん？なんでハングルが出てくるんでしょうかね。ボグボグって言うんでしょうと韓国では言います。そして料理の初めに口にした時の感嘆詞オを組み合わせて作りましたということで、あれと、これ韓国の企業と思いませんかね。思いませんかというか、これが正解だと思うんですが、これねうがった見て方かもしれませんけども、これ韓国のメーカーでしょ。で、私冒頭に言いましたけども、こういうものが朝鮮日報からまず出てますよね。なんか妙だと思いません？日本だと同じような問題が発生してみるのに、なぜか朝鮮日報から11月13日付でこの料理肺炎というのが怖いよという記事が出ています。
で、しかもこれはね、目新しい記事ではなくて、これは日本のサイトなんですけども、夏場にこうしてもうちゃんと取り上げているんですよ。そうでしょ。それをなぜかね、新しい記事のような形で4ヶ月遅れでヤフーが配信しているということなんですよね。そして、これは作ったメーカーというのは、今お見せしたように、これは韓国のメーカーだということが分かります。なんかね、これはうがった見方ですよ。ひょっとしたら、なんかこれ壮大な、これはね、ステマじゃないかって気がしてきましたよね。だって韓国のメーカーでしょ、ヤフーでしょ、そしてクラファンの会社が絡んでますよね。これをやると、今こういう形で料理肺炎という言葉をね、出して怖いというふうに見せて、そしてこのような形でこのボーグルのサイトが上に上がってくると。で、キーポイントはこれですよ。皆さんも料理肺炎と入れてネットで検索してみてください。先ほどのこれですね。そうするとね、本当に何にもね、出てこないんですよ。で、上位にこれが検索されてくるんです。で、これ本当に大きな問題であれば、料理肺炎と入れれば、ダーッと上から下までいろんな切り口のサイトが出てきていいんですけども、ほとんどこの言葉が他では検索できません。そして、このボーグルのサイトやクラファンのサイトが上に上がってくると、なんだかなーって気がしますけどもね。はい、これはもちろん私、確証はって言ってることじゃありませんよ。一つの推論として、こういうことが成り立つんじゃないかと言ってるだけでございます。皆さんはどう思われるでしょうか？